次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器を思い描く方も多いんじゃないかな。次世代兵器の代表格だもんね。SF チックなのは大好物だよ。日本ではレールガンの本格的な開発推進が決定し、他にも米国やロシア、中国、ロシアなどでも研究が進められているぜ。それらの国々の中でもレールガン開発の分野では、米海軍が最も先行しているよね。さて今回は、そんなレールガンを超える新型砲弾を、米軍が開発していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、このレールガンとは、従来の火薬等の作薬による爆発エネルギーを利用して砲弾を射出する方式とは異なり、物理学でいうローレンツ力と呼ばれる電磁誘導の力で砲弾を射出する方式となっているよ。ローレンツ力を生み出す原理上、非常に大きな電力を安定的に供給する必要があり、さらに射出する砲弾を加速させるに十分な距離が必要なことなど、レールガンを実用化するには、まだ大きなハードルがあるんだ。米海軍では2015年に全長 9.1 メートルにも及ぶレールガンから、弾体重量 10kg の砲弾を最大初速度マッハ7で射出し、185km 先の目標に命中させる計画を予定していましたが、技術的な問題から実現することはなかったよ。また、他にも次世代兵器で最も有名なものがレーザー兵器だろうけど、これも世界各国で開発が進められている中、やはり米国が開発を一歩リードしており、2020年5月には、揚陸艦ポートランドに搭載したレーダー発射機で無人機への試射を実施し、撃墜に成功しているみたい。さて、このレーザー兵器については、非常に長い研究の歴史があるんだ。遡れば、半世紀以上前の1960年代から開発がスタートしており、研究開発を開始して60年余り経過してようやく、船舶に搭載可能な規模にまで小型して、無人航空機を撃墜できるレベルにまでには達したのだと言えるから、ここに至るまでに要した人員と予算は膨大なものであったことは想像に難くないよね。だが、それでもまだ実戦配備できるレベルではないんだよな。このように次世代兵器の開発に膨大な予算を計上している各国だけど、米海軍はとうとう長年開発を進めていたレールガンに関しては、レールガンが有する弾頭速度などの優位性が薄れたとして開発が中止されることになったよ。これは、ロシアや中国が開発している最大速度マッハ9レベルの極超音速ミサイルに対して、初速度マッハ5から7程度のレールガンでは、開発に成功しても対抗することは厳しいということのようだけど、レールガンの代わりとなる有力な兵器システムが開発されたことも大きく影響したようだね。このように米海軍が次世代兵器開発に苦戦している一方で、米陸軍では新たに HVP 超高速発射体と呼ばれる砲弾の開発を進めているみたい。これは、HVP 砲弾を米陸軍が保有する 155mm 自走榴弾砲より発射し、巡航ミサイルなどの空中目標を迎撃しようとする計画となっているよ。そして、2020年9月初旬に米国のニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場にて、HVP 砲弾にて巡航ミサイルを模した無人標的機 BQM167 の迎撃試験に成功しているんだ。これは、今までは対空ミサイルや高射機関砲でなければ迎撃が困難であった空中目標に対して、自走榴弾砲でも迎撃をすることが可能になるということであり、陸軍においては自走榴弾砲のあり方を一新する非常にエポックメイキング的な出来事であったと言えるな。この自走榴弾砲による空中目標への射撃は米国では初の試みであり、この実験では ABMS アドバンスドバトルマネジメントシステムと呼ばれる射撃管制を使用して実施され、迎撃実験で使用された HVP 砲弾は、初速度マッハ5以上で発射され、巡航ミサイルを模した BQM167 無人標的機を撃墜しているよ。米陸軍では将来的には、有効射程距離 100km 以上を目標として開発を進め、次世代型の自走榴弾砲に HVP 砲弾を搭載するとしているんだって。そして、今回迎撃に成功した音速で飛翔する巡航ミサイル級の標的だけではなく、超音速極超音速で飛翔する弾道ミサイルの迎撃をも視野に入れているみたい。この HVP 砲弾が実用化されれば、今まで対地攻撃の用途でしかなかった 155mm 自走榴弾砲に対して、極めて高度な対空戦闘能力が付与されることとなり、陸上兵器の運用体系にも大きな変化が訪れることが予想されるな。具体的にはどんな変化なのかな？例えば、HVP 砲弾により半径 100km の戦域防空が実現できれば、これまで方面軍や師団レベルの防空を担っていた中差無中距離防空用地対空ミサイルシステムや、ペトリオットミサイルなどの広域防空用地対空ミサイルシステムを全て HVP に置き換えることで一本化することが可能となるね。さらに HVP 砲弾の単価は900万円程度と言われており、コスト面では中距離広域防空用の地対空ミサイルよりも、圧倒的に低コスト対弾道ミサイル迎撃用のペトリオットミサイルパック3であれば、1発約3億円であり、兵器体系の一元化と合わせて、近年兵器の高度化高性能化により調達価格の高騰にあえいでいる米陸軍にとっては、HVP は非常に魅力的な兵器システムであると言えるぜ。ちなみに、現在運用している 155mm 精密誘導砲弾 M982 砲弾は、地上目標への GPS 誘導も可能で最大射程は約 40km の性能を有しており、その砲弾単価は1発あたり約700万円程度だから、HVP 砲弾は現在運用している砲弾と比較しても、それほど大きなコスト差はないと言えるぜ。そして、これは米陸軍だけに止まらず、レールガンに見切りをつけた米海軍でも導入に向けての研究が進められているみたいだよ。米海軍では、アーレイバーグ級イージス艦などの戦闘艦に、広く搭載している5インチ単装速射砲 127mm Mark45 Mod4 より発射可能な HVP 砲弾を開発し、すでに試射するまでに至っているんだ。これは、2018年のリムパック演習にて HVP 砲弾の試射を行っており、その際の結果として、最大射程は約 80km、速度はマッハ7以上にも達したみたい。海軍は以前より極音速極超音速で飛翔する砲弾に強い関心を持っていたからな。その結果として、艦載用レールガンの研究開発を推進していたわけだが、レールガンを発射する際に必要とする膨大な電力に関して、駆逐艦内しは巡洋艦内という限られた艦内容積の中で安定的に供給する手段を確立することができなかったわけだ。米海軍の駆逐艦で最大の発電能力を有するズムボルト級ですら、レールガンを発砲した後には、艦内で電力不足が発生してしまい、他の電子機器が使用できなくなるという状況になるそうだからね。ロマン兵器は膨大な電力が必要になるのか。なんだか急に SF が嫌な意味で現実味を帯びてきたね。そして、海軍にとっては、レールガンよりも HVP 砲弾を導入することの方が、非常にコストパフォーマンスが高いからね。レールガンも HVP 砲弾も同じ超高速砲弾にカテゴリーされる武装だけど、レールガンの場合、艦艇に搭載するには、艦艇の設計段階からレールガンを搭載することを考慮した艦を新造する必要があるんだ。実用面から、既存艦へのレールガン搭載は非常に困難だと思われるよ。しかしながら、HVP 砲弾は、既存艦に搭載している速射砲をそのまま、ないしは、小規模な改修により使用可能ってわけ。陸軍とは違い、莫大な建造費用を必要とする駆逐艦や巡洋艦をやすやすと代替できない海軍からすれば、弾道ミサイルなどの迎撃手段として超高速砲弾を必要としているという条件の中で、開発中のレールガンよりも容易に低コストで導入が可能な超高速砲弾が存在するのであれば、そのレールガンに関わる必要は全くないというわけだね。これらの開発状況を踏まえると、HVP 砲弾は将来的に非常に有用な兵器となり得るのではないかな。特に防空兵器としては、現在日本が開発を開始すると発表したレールガンよりも非常に有効な兵器であると考えられ、米国が中止を決定して以降に対弾道ミサイル迎撃用として、レールガンの開発を決定した防衛省の見通しについて、疑念を抱かざるを得ない状況なんだよね。防衛省としては、日本の電源開発技術小型高出力発電機や蓄電池技術等の世界的優位性から、レールガンを開発可能であると目論んだようだけど、そもそも、レールガンという技術に HVP よりも将来性があるのか、甚だ疑問が残っちゃうのも事実ってわけ。コストを軽んじてロマンを追い求めるほど、日本には余裕がないもんね。日本は、対弾道ミサイル迎撃システムを増強するためにイージス・アショアの設置計画を進めていたけど、防衛省の不手際もあり中止に追い込まれ、その代替案としてイージス艦の新造の方向に進んでいるんだ。現在米国が開発を進めている HVP 砲弾は、日本の弾道弾迎撃用としても活用が期待できるよ。知っての通り、現在の日本は、中国の軍事的圧力が強まり、北朝鮮の弾道ミサイル開発も進んでいる中で、日本のミサイル防衛体制の強化は喫緊の課題となっているぜ。現状は、海上自衛隊のイージス艦に搭載した SM3 による日本全国を迎撃範囲とする広域防衛、航空自衛隊の PAC-3 による首都圏など一部地域のみ迎撃範囲とする拠点防衛の2段階迎撃体制となっているけど、PAC-3 の迎撃範囲は非常に限られており、実質的には、弾道ミサイルがイージス艦の SSM1 による迎撃をくぐり抜けた場合、PAC-3 で守られた首都圏など以外の地域は、座して死を待つしかない状況となっているんだよね。また、日本が保有する SM3 艦対空ミサイルや PAC-3 地対空ミサイルの数は限られており、実際に戦争が発生した場合、弾道ミサイルを全て迎撃できる量では全くないみたい。そのため、高価で数を揃えられない迎撃ミサイルではなく、比較的安価で数を揃えやすい超高速砲弾に注目が集まっているんだけど、日本が選択したレールガンという方式が、本当に実現可能なのか、それとも、早急に米国に要請して HVP 砲弾について日本も資金援助をするなりして日本にも導入できるように動いていくのか、ウクライナ情勢もあり日本の防衛環境が日々悪化していく中、この日本の動向についても非常に注目していくべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。尖閣諸島の有事リスクがどんどん高まっている最中、陸上自衛隊では12式地対艦誘導弾の長距離化を踏まえて、石垣島にミサイル部隊を配備することを決定したよ。これまでにも、陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイルを有する部隊は、沖縄本島をはじめ宮古島や、鹿児島県の奄美大島にすでに配備されており、今回の石垣島を含めて南西諸島への配備は4カ所目となるな。相変わらず中国のプレッシャーは強烈だから、あらゆる方法を使って日本の領土を守ってほしいと思うよね。さて今回は皆が注目している、石垣島へのミサイル部隊配備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも南西諸島は、鹿児島県の南方海上から沖縄県の与那国島にかけて、1200km にも及ぶ範囲に点在する島々の総称だけど、1997年頃から本格的な海洋進出を強めた中国海軍と、最前線で対峙する位置となり、緊張感が高まっているってわけ。かつての中国は、陸続きで接する旧ソ連との国境線を国防上の最大の課題として、その防衛を担う陸軍重視の政策を採用していたんだけど、ソ連崩壊に伴い方針を転換。台湾併合に向けた東方海上への進出を軍事目標としたことで、南西諸島に緊張感が高まることになったよ。南西諸島を第一列島線と名付け、自国の防衛のために、必ず死守しなくてはならない線として考えている中国のことだからな。日本の領土に勝手に線を引いて何を考えているの？という常識は中国には通用しないもんね。中国は、その第一列島線において、制空権及び制海権を確保することで、アメリカ軍の影響力を排除する方針を目標に掲げているよ。さらに中国はこの第一列島線の東側の日本の伊豆諸島から小笠原諸島、そしてグアム島、サイパン島からパプアニューギニアを結ぶ線を第二列島線と位置づけ、西太平洋地区を自軍の勢力圏とする構想を打ち出しているってわけ。この二つ位の線、そしてその内側の部分で制海権を確保するために、中国は海軍の拡張をどんどん進めているんだ。空母の運用、新型戦闘機の開発、ミサイル兵器の開発、様々な手を使って、仮想敵国であるアメリカに対して強く抵抗しているわけだね。そんな中国にとって、尖閣諸島は太平洋の出入り口に当たる場所であり必ず確保しておきたい要衝ってわけなんだ。そういうこと。ここに日本やアメリカがミサイルを設置したり、空軍基地を設けてしまえば中国本土が攻撃範囲になるのはもちろん、自慢の海軍を太平洋に出撃させる際に大きな障壁になるから、かつては、周辺海域の海底に埋蔵されていると言われている豊富な石油などの、資源を目的に尖閣諸島の領有権を主張してきたと言われる中国だけど、すでに資源は自国で十分賄えるほど生産しているわけで、真の目的は対アメリカ戦争時の障害を未然に排除することが目的なのだろうと考えられ始めているよ。もし、中国の野望が達成された暁には、現状でアメリカ海軍がほぼ独占してる、太平洋やインド洋における支配権を駆逐し、2040年頃をめどにアメリカ海軍と互角以上の海軍力を保有し、世界の海を二分する勢力にまでなってしまうことが考えられるんだ。ここまで壮大な中国の海洋進出の計画を鑑みれば驚異的な速度での海軍艦艇の建造にも納得がいくんだけど、果たしてその青写真が計画通りに進行できているのかといえばそうとばかりは言い切れないみたい。中国における目標の一つ、第一列島線内の制海権の確保は2010年頃までの目標に挙げられていたんだけど、日本は海上自衛隊の潜水艦戦力の増強を行っており、ひとまず2012年には常備22隻体制を確立したことで、少なくとも東シナ周辺までの制海権を中国に許すことにはなっていないね。また、今回取り上げる石垣島への陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊の配備も、第一列島線内の中国軍の艦艇や航空機の作戦行動を阻害する手段のうちの一手であると言えるよ。今回、石垣島に装備されるミサイルは12式地対艦誘導弾と呼ばれるものなんだけど、12式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM1 回と呼称されているんだ。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程ではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長が進められることになったってわけ。改良型の開発については、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約 200km 弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだが、この部分まで性能を高めることを想定しているぜ。また、重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によっていつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する抑止力として運用することを想定しているな。仮に、石垣島に配備した12式地対艦誘導弾を想定すると、すでに現在の性能でも尖閣諸島は十分防衛できるし、尖閣諸島に接近する中国軍艦艇を先制攻撃するには十分な性能を有しているね。これが射程距離を 1500km まで伸ばすと、中国本土にある敵航空基地や有力な、港湾海軍艦艇などを狙って先制攻撃が可能になるってわけ。もちろん、現行法令では先制攻撃などできないけど、基地攻撃能力について検討が進められ、その方針が正式に是となれば中国の喉元に合い口を突きつけるような形になり、かなりのプレッシャーになることは事実だよね。このような状態になるまで放置しておいたことが問題ではないかとの声も聞かれるんだが、アメリカも日本も中国の軍拡がここまでのスピードで進むとは誰も考えていなかったんだよな。ソ連の崩壊、冷戦の終結を誰も想像していなかったように、かつて想定されていたことよりも明らかに変化のスピードが速いぜ。1980年代までは、日本の航空自衛隊が当時世界最高の制空能力を誇る F15J イーグル戦闘機によって、尖閣諸島や南西諸島の制空権を確実に掌握していたんだけど、中国の航空戦力も充実してきた結果、もはや数的優位は中国に奪われてしまい、その差はこれからも開いていくと想定されているんだよね。現在、航空自衛隊は最新鋭の第5世代戦闘機である F35 ライトニング2の通常滑走路使用の A 型を105機、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型42機の合計147機を調達してステルス性能による質的優位を確立する戦略をとっているけど、これでも中国の所有する戦闘機の機数には全然足りないよ。この F35 ライトニング2のステルス性能ですら、それを探知するレーダー類が近い将来実用化されるのは確実と見られており、早ければここ5、6年で新型レーダーが実戦配備されることになれば、ステルス機による優位性を失う可能性もあるんだ。つまり、制海権と制空権を維持するためには、いかに先制攻撃を仕掛けることで、敵の戦力を前減することが必要かっていう、そういう戦略の大転換が必要なんだね。撃たれる前に敵のミサイルを破壊する、察知される前に敵のレーダー基地を破壊する、などの先制攻撃が行われなければ国防も成り立たないからな。そういう意味での基地攻撃能力なんだから、左翼系活動家の主張に惑わされることなく、しっかりとこの点は議論を深めてほしいと思うぜ。12式地対艦誘導弾等の地対艦ミサイル部隊を、南西諸島へ配備する最大の目的は、南西諸島イコールつまり第一列島線を越えて東に進出しようとする中国海軍艦艇の行動を抑止することであり、第二列島線への到達を防ぐことにあるんだ。中国海軍が空母遼寧や空母山東に続いて航空母艦の建造を進めているのは、第二列島線内の支配力を高める狙いを持っており、第一列島線上の日本や台湾への攻撃に用いる可能性は極めて低いと言われているものの、自国の領土や領海を他国の艦艇に蹂躙されるというのは、決して歓迎されることではないよね。アメリカにとっても日本が少しでも中国艦艇を牽制してくれれば、とは思うだろうが日本としては自国の領土が侵されない限り先制攻撃はできないわけで、アメリカの事情だけでは動きが取れないのも事実だぜ。と言っても、アメリカが日本のために一緒に戦ってくれるかどうかも、疑問符が残っちゃうんだよね。尖閣諸島について、日米安保条約の範囲内かどうかは明確にしていないアメリカ、施政権が及ぶ範囲において日米安保同盟は有効であるという、不明瞭な回答に左右しているアメリカを、どこまで信用すればいいかわからない部分はあるからね。あれほど守ると言っていたウクライナも、結局はロシアの攻撃を許して戦争は長期化する様相を見せており、アメリカの優柔不断さばかりが目立つことになっているんだ。アメリカを信頼することも必要だが、アメリカが率先して動いてくれると思うのも早計。それぐらいのイメージを持っておいた方が良さそうだな。そういう意味で、今回の石垣島へのミサイル部隊配備は、日本だってやるときはやるぞとアピールするには十分だし、実行力のある防衛だと思えるよね。ちなみにアメリカは、装備される12式地対艦誘導弾に強い関心を持っていると言われているぜ。自国にない兵器で、かなり性能のいいものを持っている日本の12式地対艦誘導弾について、その技術提供を内々に持ちかけてきたそうなんだけど、日本がどう対応したかは明確ではないんだ。だけど、アメリカと日本が共同で作戦に当たらなくてはならないのは事実。お互いが都合のいいようにくっつくのではなく、覚悟を決めて共通の敵に当たる時にはしっかり当たってくれる。その確約だけは欲しいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。2022年3月16日に米国のバイデン大統領はウクライナに対して、総額136億ドル約1兆6000億円に上る追加支援を行うことを発表したね。そのうち、軍事支援として35億ドル相当を拠出し、FIM-92 ステンガー携行式地対空ミサイルや FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイル、機関銃や敵弾発射機といった歩兵携行火器に加えて、ドローンを100機提供する方針であるとのことだな。直接的な軍隊派遣なんかは難しいけど、こういう部分での支援は惜しまないつもりなんだろうね。もう犠牲者の数は途方もないものだもんね。さて今回は、各国からのウクライナ支援についてと、苦戦しているロシア軍について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この支援内容の中で注目されるのがドローンの存在だね。このドローンの詳細については明らかにされていないけど、関係者から漏れ伝わる情報によれば、このドローンとはスイッチブレードドローンであろうと推定されているみたい。スイッチブレードドローンって何？このスイッチブレードドローンとは、空飛ぶショットガンとの異名も取る、米国エアロバイロンメント製の自爆型ドローンで、目標上空まで飛行後、目標に向かって急降下して突入して自爆するという攻撃を行うんだ。米軍でも2010年にアフガニスタンへ派遣された際に使用しており、長さ 60cm で重量は 2.7kg と小型軽量で、人間の手で持ち運びが可能な大きさとなっているよ。1機あたりのコストも6000ドル約72万円程度と兵器としては非常に安価でありながら、高価な戦車などの目標を効果的に破壊できるとのことで、世界的にも注目されているってわけ。今回のウクライナへの動機の提供もウクライナから米国に対して提供の要請があったことから実現したもので、ウクライナ側もその運用の容易性と費用対効果の高さに注目したものと思われるよ。このドローンの製造元であるエアロバイロメント社は、自社の公式ウェブサイト内で、ウクライナの人々や全ての NATO 加盟国と協力する用意がある旨の声明を発表しているな。ウクライナ軍では、今回米国から提供されたスイッチブレードドローンを運用する以前の2019年からドローンの運用を開始していたんだ。その運用していたドローンとは、トルコのバイカル社製ドローンで、無人偵察攻撃機バイラクタル TB2 と呼ばれるもので、このドローンにてロシア軍の戦車や装甲車を攻撃し破壊している映像もウクライナ軍は公開しているよ。ロシア軍に比べて航空戦力が脆弱なウクライナ軍にとって、バイラクタルは非常に安価で効果的に航空攻撃を行える非常に貴重な戦力となっているってわけだね。このバイラクタルは中高度長時間対空型無人戦闘航空機 UCAV という種別のドローンであり、遠隔操作による操縦か、あらかじめ決められたプログラムによる自律飛行が可能となっており、システム全体としては、6機のドローン本体と移動地上管制ステーション GCS2 台、地上データ端末 GDT3 台、遠隔ビデオ端末 RVT2 台と地上支援装置から構成されており、その他、ペイロードオペレーターやミッションコマンダーがそれぞれに指揮や制御、監視を行うことで、ドローンによる戦闘ミッションを遂行しているんだ。このバイラクタル TB には、主翼下に4カ所あるハードポイントに約 150kg の長距離対戦車ミサイルや小型精密誘導爆弾、レーザー誘導ミサイル及びロケット弾が装備可能で、RHA 艦産 200mm の装甲を貫通する威力を有する、レーザー誘導滑空爆弾 MAM も搭載可能としており、これはウクライナ軍が対峙する T72 戦車などであれば、砲塔正面走行は貫けないまでも、側面や上面走行を十分に貫通可能な威力を有しているんだって。ウクライナ軍は今回のロシアによる侵略に対する防衛戦で、このドローンバイラクタルと携行式対戦車ミサイルジャベリンによって多大な戦果を上げており、この戦果によってウクライナ国内では、バイラクタルを称える歌が作詞作曲され、ロシアに対する抵抗の象徴として、対戦車ミサイルジャベリンを聖ジャベリンと呼んで、ウクライナを守護する聖人として称えているらしいんだ。今回のロシアのウクライナ侵略では、かつてない規模での情報戦がロシアとウクライナ及び世界各国政府により展開されている影響で、実際にロシア軍とウクライナ軍の双方で、現実にどの程度の損害が生じているかを知ることは難しくなっているよ。しかしながら、ロシアが開戦当初に展開した電撃戦による、首都キエフの短期陥落が頓挫していることは事実であり、ロシアが開戦翌日に公表したウクライナ領空の制空権掌握は事実ではなかったんだ。このことから、客観的にロシアのウクライナ侵略が、ロシアが当初予定していたものよりも停滞し遅延していることは明らかであり、ウクライナ軍が当初の各国情報機関の予想以上に前線していることは確かだね。このロシア軍の侵攻作戦の停滞は、ロシア軍の作戦内容の稚拙さや兵站計画のずさんさ、兵士の士気の低さが大きく影響していることも要因の一つとは思われるんだけど、その他の要因として、西側各国による大規模な武器の援助が、ウクライナ軍の継戦能力の維持と打撃力の向上につながり、ロシア軍の多大な損害の要因になっていると見られているよ。ロシア軍は開戦以来、3月末までに7人の将官中将2名、少将5名が戦死しており、このほか、ウクライナに派遣されていたチェチェン共和国特殊部隊の将軍も戦死したとされているんだ。また、3月には第6諸兵科連合軍のウラジスラフ・エルショフ将軍が、損害方と戦略ミスを理由として解任されたと報じられているね。ロシア軍将官の階級制度は、少将矢印中将矢印大将矢印上級大将の4階級制準将がなく、大将の上に上級大将が存在しているとなっており、米軍基準で比較すれば、ロシア陸軍少将イコール米陸軍準将、ロシア陸軍中将イコール米陸軍少将となり、おおむね米軍の編成でいうところの旅団長や師団長クラスが戦死しているに等しい状況ってわけ。ロシアと同様に第二次世界大戦以後、多数の戦争を遂行している米軍の場合、ベトナム戦争以降の1955年から2021年までの66年間で3名の将官が職務中に死亡戦死は1名しているよ。この3名とは、1972年5月にベトナム戦争中に事故死したレンブラント・ロビンソン海軍少将、2001年9月11日の同時多発テロ事件で航空機の自爆攻撃により殺害されたティモシー・モード陸軍中将、2014年8月5日にアフガニスタン紛争にてアフガニスタン治安復興統合部隊副司令官として赴任し、首都カブールにある軍事大学視察中にアフガニスタン兵士に銃撃され殺害されたハロルド・グリーン陸軍少将の3名だね。このように米軍の場合、その全てが最前線ではなく後方で死亡しており、最前線で進行している側の軍から将官が7名も戦死したロシア軍の状況は、異常であると言っても過言ではない状況となっているんだ。このロシア軍の稚拙な軍事行動と多大な損害の状況は、西側諸国の軍事関係者を驚愕させるには十分なものとなっており、米欧州軍司令官は、米国の情報収集に瑕疵があり、ロシア軍の能力を過大評価していたとまで述べているよ。特にロシア軍の将官の損害が大きい原因としては、ロシア軍の通信が暗号化されていない回線を使用しているため、ウクライナ軍に傍受されていたことが大きな要因の一つとして挙げられ、ウクライナ軍は傍受した情報から将官などの効果値目標の場所を特定し、ピンポイントで効果的に攻撃を行っているってわけ。また、3月25日のロシア軍による公式発表では、今回のウクライナ侵略によるロシア軍戦死者数は1351人であるとしているんだけど、西側各国の情報機関等が収集した情報によれれば、ロシア軍の推計戦死者数はロシア軍の公式発表数の5倍かそれ以上であると見られており、ロシア軍はウクライナへの侵略を開始してからわずか1ヶ月余りで、ロシア軍侵攻部隊の6分の1もの戦力を喪失したものと推定され、各国政府や専門家からは非常に驚きの声が聞こえてきているんだ。しかしながら、ロシア軍に多大な犠牲を強いているウクライナ軍だが、これはウクライナ軍の士気が高いことや西側各国から供与された武器の性能が高いことだけが要因ではないんだ。その他にも米国や英国の情報機関と特殊部隊のチームがウクライナ内で活動しており、彼らがウクライナ軍に対して効果的な行動ができるよう支援していることも大きな要因であると言われているぜ。また、時事通信が報じたところによると、2021年の早い段階でロシアによる侵攻の兆候を察知した米英両国は、前述の部隊をウクライナへ派遣し、ゼレンスキー大統領の身辺警護やウクライナ軍への助言、援助した武器の操作方法のレクチャー等をしていたとしているよ。なお、ここに表示されている各特殊部隊についてだけど、英国からは英国陸軍特殊部隊 SAS、米国からは海軍特殊部隊シールズが派遣されているとみられ、その各部隊の指揮を米国中央情報機関 CIA のロシア・ウクライナ担当官が指揮しているとされているんだ。英国も米国も、水面下であらかじめウクライナを支援していたんだね。さらに情報機関側の部隊としては、CIA の準軍事部門である特別活動センター所属の、元特殊部隊員や英国 MI6SIS の諜報員もサポートに当たっているみたい。このような支援体制をウクライナが受けられていたのは、2014年のロシアによるウクライナのクリミア半島併合に端を発しており、ウクライナ国内には NATO 諸国の特殊部隊の拠点も多数設置されたとされているんだ。これにより、ウクライナ国内で行動するロシア軍の情報がつまびらかにされたことも、ウクライナ軍の前線の要因になっているのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。14年ぶりに韓国海軍が就航させた大型輸送艦マラドをみんなは知っているかな？揚陸能力がすごいと言いつつも、実は軽空母に改造できるだとか、F35 だって運用できると豪語していたやつだよね。実際にマラド級は何のために建造されたのか、意味がわからないという声が多いのも事実らしいぜ。本当に意味があればいいんだけど、意味がなかったらちょっと笑ってしまうよね。そうだね。そこで今回は、このマラド大型輸送艦に隠された意味を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。独都級揚陸艦の2番艦として登場したマラドは、満載排水量は 19000 トン、全長200メートル、全幅31メートルのスペックを誇り、乗員数330名の他に海兵隊員720名を収容することが可能な揚陸能力を保持しているよ。また、主力戦車6両、KAV 水陸両用車7両、LCAC エアクッション型揚陸艇を2隻、汎用ヘリコプターを7機から12機程度、艦内に積載収容する能力を有しているみたい。固有の武装としては、艦首と艦尾に 20mm バルカン砲 CIWS を備え、艦橋後部には地対空ミサイルを発射可能な KVLS を装備しているね。まあ、ここまでの装備を整えていれば輸送艦としては十分と言えるが、そもそも韓国陸軍をどこに輸送するのか疑問符が残るよな。マラドの飛行甲板には、5つもの発着用スポットが設置されており、韓国海軍や海兵隊が保有するヘリはもちろんのこと、必要に応じて韓国陸軍が運用する大型ヘリコプターを運用できるようにもなっているとされているね。ヘリを使って揚陸作戦を行う、そんなシチュエーションがあるとすれば、北朝鮮沿岸に向かっての敵前上陸か、竹島奪還のための逆上陸しか想像はできないよな。むしろ、竹島防衛のためにこの艦首があるのではないかと、うがった見方をしている人もいることは事実だよ。実は韓国海軍、このマラドやフラッグシップ艦である独都の2艦を軽空母化し、短距離離陸垂直着陸が可能な第5世代戦闘機 F35 ライトニング 2B 型を搭載して、運用することを検討することも語られていたんだ。でも、その計画の実現にはまだまだ時間がかかるようで、アメリカに対して戦闘機の購入を申し出たそうだけど、アメリカからは釣れない返事しか返ってきていないみたい。アメリカとしては、艦載機ではなくてもオスプレイでいいのではないかとの意見もあるようだね。実際、アメリカ海兵隊のオスプレイの運用には、マラドもすでに対応できる状況で、アメリカとの軍事同盟に基づく相互運用の一環として周辺有事の際に使用できるようになっているとも言われているが、これが韓国国内の親中派には面白くないようだぜ。というのも、アメリカが想定している朝鮮半島や台湾海峡有事は、明らかに中国を仮想敵国としているわけで、その軍事行動には韓国軍も当然同盟国として組み込まれているからだ。昨今、韓国は中国回帰とも言える姿勢を明らかにしているから、あまりアメリカにべったりしすぎると中国様の機嫌が悪くなってしまうじゃないか、というのが親中派の意見のようだね。実際、アメリカのミサイル防衛システムサードが2017年に韓国国内に配備された時でも、中国は明らかに反発していたし、中国からすれば、中国から韓国を攻撃するとでも思っているのか、と難癖をつけつつも、実際にはその防衛システムが、中国本土を狙っている攻撃型ミサイルではないかとの懸念を拭いきれなかったってわけ。韓国がアメリカの言い分を受け入れようとすると、韓国系企業の関税を引き上げたり、中国への進出を合法的に阻害するなど、かなりの嫌がらせを行ったのは、韓国政財界には記憶に新しいことだぜ。独裁国家が力を持つとろくなことにならないよね。独裁国家だからこそ、力をつけるのか、力をつけるから独裁国家になるのか、そこはわからないけど、珍しく哲学的だね。まあ、そんな事情もあり、韓国は中国にかなりの配慮、気遣いを重ねているようだよ。このマラドについても、揚陸艦という分類ではなくあくまで輸送艦という交渉を貫いているのは、中国への明らかな配慮の一つと言われているんだ。揚陸艦ならば、その仮想敵国はどこなのだ。中国にこう問われた時には日本と答えると、中国様は痛く満足することだろうね。でもアメリカ様は同盟国になんてことを言うのだと逆ギレするだろうから、うまいことのらりくらりと回答しなくてはならないな。もちろん、アメリカに同じ質問をされたら中国北朝鮮と答えることは間違いないだろうから、こんなどっちつかずの国を同盟国として面倒を見ているアメリカには、ちょっと同情するぜ。今後、韓国は3万トン超級の軽空母建造を目指す方針を打ち出しているけど、これもかつては新型の大型輸送艦と呼ばれていたものを、改めて軽空母と言い出したに過ぎないよ。あれれ？中国様の顔色はいいのかな？アメリカ様に断りをしたのかな？なんてなことを考えてしまうよね。韓国にはその2国よりもさらに顔色を見なくてはならない国日本があるからな。日本といえば、中国による尖閣諸島など南西諸島の防衛の必要性が高まったことを理由に、ヘリ搭載型護衛艦出雲と加賀を軽空母化する改修をスタートさせているけど、韓国は日本の空母保有を、マラド級の軽空母化や新規の軽空母建造の最大の理由にしているね。あの日本に負けるのは腹立たしい。日本が持っていて韓国が持っていないのは問題だと。国力や技術も顧みずに欲しがる国韓国は、こうして軽空母までその勢いで建造することになりそうだな。そもそもドクト級は、イギリスでインビンシブル級航空母艦の、建造に携わった BAE 系列企業の支援を仰いで行われたものであり、そういった意味ではすでに空母技術の部分的な移転を受けているかもしれないね。実際、韓国の軽空母計画の内容として、クイーンエリザベス級航空母艦の建造に携わったイギリスのパブコックインターナショナル社が加わるとの見方もあり、世界のメディアからも注目を集めていることは事実だよ。さらに、極東方面に向かって各地で合同軍事演習等を行いながら、公開しているイギリス空母クイーンエリザベスに関しても、韓国に寄港する可能性があると示唆されており、韓国の軽空母建造プロジェクトにイギリスが関与する公算は大きいのではないかな。それでは、なぜ韓国海軍がマラドの建造に踏み切ったのか、その原点に帰って考察してみたいと思うよ。当初は、上陸作戦支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇も同時に装備して、敵前上陸から支援攻撃まで多種多様にこなせる万能艦としての用途を想定していたみたい。そのためにも、搭載するヘリコプターはオスプレイが必須だったようで、アメリカ様の顔色を伺ってかつてのインチョン上陸作戦を再現することもあるでしょうと言ったかどうかはわからないけど、なんとかアメリカ様のご機嫌をとって、ドクト級でのオスプレイ運用試験を許してもらったみたいだね。とは言っても、韓国が望むように空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルはまだまだ得られることができず、今後アメリカにどのような感じで甘えて助けてもらうかが、見ている側としては面白いかもしれないな。そして、韓国の軍事資料を調べていると、意外な事実も分かってきたよ。なんとマラドに関連するプロジェクト名が大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているんだ。これは、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているためにこの名称を使っているみたい。そちらを攻めるために使いません。嫌な日本を攻めるときに使う。いや嫌な日本が持ってるからこっちも持たなきゃいけない事情があるのですよと。中国や北朝鮮に説明をしたかどうかはわからないけど、中国や北朝鮮だってなんでお前たちが軽空母を必要とするのって、聞きたくもなるよね。アメリカ様に助けてもらえばいいじゃんって言われたら、グーの根も出ないもんね。でも、韓国軍の中にはアメリカばかりへの依存への不安や、自国防衛は自国で、という考えもあるかもしれないね。先ほども紹介したアメリカのサード配備の結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がったことも事実なんだ。アメリカは何もしてくれない。中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。経済面でもすでに中国は兄以上の存在ではないか。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを、国際政治の中で当然のように考えるのであれば、ちょっと軽薄かもしれないがな。でも、マラドを軽空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないぜ。韓国の現状では、有事になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されていることで大きな抑止力が働いていることは事実だよ。だからといって、アメリカが来なかったら困るから、軽空母を一隻持っておこう。そんな安直な考えだけで抑止できると考えるのは早計だね。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで大きな戦力となっているけど、韓国は打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけだよ。アメリカ太平洋艦隊との連携ももちろん必要だけど、すでに連携は図れている状況であり、それでいて中国の軍拡に対抗するためにあらゆる策を講じなくてはならない。その一つが出雲加賀の軽空母化だったわけ。ちゃんと敵を見て、己に不足していることを補う軍備。韓国のように周りの国の事情や自分のプライドを満たすための軍備では、決してないのよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、日英にて、それぞれ次期戦闘機の開発計画が進められているよ。日本が次期戦闘機開発計画で、英国がテンペスト計画だな。その機体のエンジン開発を日英が協力して行っているってのが現状だぜ。日の目を浴びる時が楽しみだね。かつての日英同盟の再来かな？そうだね。さて今回はそんな日英共同開発の高発電能力を有する戦闘機エンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日英で開発協力している次世代エンジンには、極めて高い発電能力が求められているんだけど、これは、次世代の戦闘機には非常に高度なアビオニクスが搭載されることになっていて、それには非常に多くの電力が必要だからなんだ。また、高エネルギー兵器の搭載も視野に入れられており、航空機搭載用のレーザー兵器を搭載するのであれば、既存のジェットエンジンレベルの発電量では、全く電力が足りない状態ってわけ。そこで、日本では XF9 と呼ばれる、小型高出力の次世代エンジンを IHI が防衛省と協力して開発しており、その技術を英国のロールス・ロイス社が開発中の次世代エンジンにも活用して、日英共同で高発電大出力エンジンを開発しようとしているんだよね。2021年12月22日水曜日、防衛省は航空自衛隊が現在運用している F2 戦闘機の後継機として開発中の次期戦闘機に搭載するジェットエンジンの開発及び実証実験等を英国と共同して進めていくことを公式に発表したよ。英国からは、英国にて開発中の第6世代ジェット戦闘機テンペストのエンジン開発を担当しているロールス・ロイス社が参画し、日本側は次世代ジェットエンジンの開発に長年取り組み、2018年6月に防衛装備庁に XF91 と呼ばれる次世代エンジンのプロトタイプを納品した実績のある株式会社 IHI が参画、2022年1月から事業を開始するに至っているんだ。この計画では、両国の次期戦闘機に搭載を目指す、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるコンセプトに基づいたエンジンを開発していく方針のようだな。2035年頃より退役が始まる F2 戦闘機の後継機としては、当初は独自開発ではなく、既存機の導入も検討されていたんだ。米国のロッキード・マーティン社からは、F22 ラプターの機体に F35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した戦闘機開発の提案を受けており、ボーイング社からは F15EX イーグル2、英国 BAE システムズ社からは、ユーロファイタータイフーンをベースとした新型機開発が提案されていたみたい。これら提案されたプランを防衛省が検討していく過程で、2035年以降から2050年代まで航空優勢を確保するに必要な戦力となりうる戦闘機であり、新技術導入を可能とする拡張性の高さ、日本独自の改修が可能であること、国内企業による開発及び製造への参画、ランニングコストの低さという点を求めたよ。これは、F2 戦闘機開発での停滞教訓から得られたものも多く、外国主導の戦闘機では、日本が独自に改修することもままならず、技術開発の上でも開発国が優位になるため、防衛省としては、これら列挙した項目はどうしても譲れないものがあったようだぜ。そして、今回の次期戦闘機開発計画では、2000年代より各種先端技術の研究開発を進めており、2016年4月22日に初飛行した X2 先進技術実証機までの技術的蓄積から、過去の F2 戦闘機開発で他国に足元を見られる余地を極力減らしてからの次期戦闘機開発の公募でもあったんだって。2018年12月18日、防衛計画の大網と31中期防平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画が閣議決定され、その中で将来戦闘機に関しては、F2 戦闘機の退役時期2035年頃までに防衛上中核となる、新たな戦闘機開発を国際協力も視野に我が国主導での開発に着手するとして、技術協力を得るために海外企業を参画させつつも、国内企業主導での開発に舵を切ることになったんだ。この次期戦闘機については、2010年8月に防衛省より将来の戦闘機に関する研究ビジョンが公表されており、その中でアイファイターというコンセプトを提唱したよ。防衛省技術研究本部現防衛装備庁と三菱重工が、このコンセプトに基づいて先進技術実証機 X2 を開発して、2017年まで各種試験が実施されたんだ。2020年10月には、デジタルモックアップを作成していた三菱重工を開発したいとする契約が正式に発表され、国内企業は他に三菱重工、スバル、IHI、三菱電機、東芝、富士通、NEC が参画することが決定したよ。しかしながら、日本は本格的な戦闘機の開発経験に乏しいことも事実だぜ。日本は過去、1970年代に三菱 F1 支援戦闘機を開発したことが唯一の戦闘機開発実績だが、F1 支援戦闘機は当時から性能としては2000級に過ぎないものであり、F2 戦闘機を独自開発しようとした際もエンジン開発技術が不足しており、結局は米国の支援を求める結果となったんだよな。今回は事前に戦闘機開発技術の蓄積に努め、海外からの技術支援に頼らずとも開発を進められる水準まで技術力を高めてきたが、それでも日本だけの技術では、コンピュータを駆使したデジタルエンジニアリング技術による航空機開発経験もない状況では、第6世代ジェット戦闘機を独自開発する難易度は極めて高いものがあるぜ。そのため、戦闘機開発の経験が豊かな海外企業も次期戦闘機開発に参画させ、設計だけではなく、電子機器や戦術データリンクなどのミッションシステムの統合を着実に実施するために2020年12月に F22 ラプターや F35 ライトニング2を開発製造した米国ロッキード・マーティン社が選定される方針となったわけだよ。また、ロッキード・マーティン社は、現在航空自衛隊が取得中の F35 ライトニング2を設計開発した企業であり、今後、次期戦闘機が在日米軍が運用する F35 ライトニング2と、戦術ネットワーク上でのデータリンクなどの連携が適切に図れるようスムーズな技術導入を図る狙いがあるものとみられるんだ。しかしながら、ロッキード・マーティン社とは、過去 F2 戦闘機の共同開発において少なからぬ因縁があるんだよな。そうなの？それってどんな因縁なの？それは、当時の日本の戦闘機開発水準が低かったこともあるが、F2 戦闘機開発において、そのベースとなった F16 ファイティングファルコンの革新技術については、すべてブラックボックス化されて日本には開示されず、逆に日本が得た技術については、すべて米国側に開示しなければならない契約となったんだぜ。この屈辱的な不平等契約が、今回の次期戦闘機開発計画でも再現されるのではないかという懸念が一部指揮者からは上がっているようだな。次期戦闘機に搭載するエンジンについては、IHI が開発したアフターバーナー付き低バイアス非ターボジェットエンジンである XF9 を発展させたものを開発搭載する計画であり、2018年6月に IHI から防衛装備庁に納品されたプロトタイプは、防衛装備庁にて2020年7月まで性能確認試験が実施され、当初要求性能である推力11トンフォースを発揮することが確認され、アフターバーナー使用時には推力が15トンフォースに達しているんだって。これらを日本は開発してきたんだけど、それでも日本はステルス戦闘機の開発経験が乏しいことに加え、ジェットエンジンの開発経験及びそれを量産する経験にも乏しい状態なんだ。そのため、開発リスクを低減させるためにもエンジン開発の経験が豊かな海外企業からの技術支援が必要とされたってわけ。防衛省では、当初は機体やアビオニクスの開発でも協力関係にある米国から、エンジン開発の技術支援を得られる企業を選定する予定であり、次期戦闘機で開発されるエンジンを米国の機体でも搭載されれば、量産効果によるコストダウンが図れるものと目論んでいたよ。しかしながら、米軍が今回開発される XF9 系列のエンジンを採用する可能性が全くなく、これにより、エンジン開発のコストダウンが図れる可能性は極めて低いものとなり、このままでは開発コストの高騰による日本側の負担増大、メンテナンス費用や部品価格の高騰につながる懸念が持ち上がったんだ。そこで防衛省は、同時期にテンペスト計画と呼ばれる次世代戦闘機の開発計画を進めている英国へ協力を求めたんだよね。英国は開発計画を自国主導とする立場は貫いているけど、開発コストの削減や開発期間短縮に寄与することを意図して、開発に海外企業が技術協力することには前向きな姿勢だよ。そのため、日本としては、英国は、次世代ジェットエンジンで開発協力することについて非常に都合の良い相手国だったんだ。また、英国ロールスロイス社と日本の IHI は戦闘機以外のジェットエンジンについて共同開発を行った実績があり、英国でも IHI の技術は高く評価されており、日英で同系列のエンジンを使用すればコストダウンにもつながり、日英ともにウィンウィンの関係が築ける点も大きな要因だったよ。ロールスロイス社のアレクサンダー時の事業開発フューチャープログラム担当エグゼクティブバイスプレジデントは、非常に強力なレーダーや高エネルギー兵器を搭載することが想定されているテンペストのエンジンについては、空飛ぶ発電所と呼んでも差し支えないほどの高い発電能力が求められており、日本の XF9 は高い発電能力を有していることから、英国が求めるジェットエンジンとして非常に理想的なものであると評価しているみたい。そして、同氏はロールスロイス社は地球温暖化の解消に向けた脱炭素社会の実現に向けて多額の投資を行っており、テンペストのエンジンも地球環境に優しいクリーンなエンジンにすることを表明しているよ。このテンペストのエンジンは、コンパクトでありながら大推力を発揮し、高い発電能力を有しつつも環境に優しいものという非常に高い目標を掲げており、日英共同開発の成果として、このエンジンの開発に成功すれば、第6世代ジェット戦闘機に搭載するにふさわしい、非常に高性能なエンジンが実現することは疑いようがないよね。戦闘機の性能を大きく左右するエンジン開発で日本が主導的な役割を示すことができれば、日本の防衛にも大きく資するものとなるため、今後もその動向を注意深く見守っていく必要があると思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊が2021年7月時点で配備をしている戦闘機は、F2、F15J イーグル、F35 ライトニング2の3機種となっていたよ。ちなみにすでに2035年前後からの F2 の退役に備えた次期戦闘機開発も始動しているみたいだな。次はどんな戦闘機が来るのかな？楽しみだね。この次期戦闘機開発は三菱重工業を試験役企業とし、その傘下に各日本企業が担当分野ごとに携わる形式だね。エンジン部分ではイギリスのロールスロイス社との協業も現実味を増しているぜ。もちろん海外勢としては第5世代戦闘機のトップランナーで、F22 ラプターや F35 ライトニング2を世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を仰ぐ方向は規定路線と言えるね。さて、今回は F35 ライトニング2、新規配備先に小松基地やニュータバル基地が浮上中であることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の国情に合致し、後の仕様変更にも柔軟に対応可能とすることを目的に次期戦闘機開発は進められるんだけど、いわゆる第6世代戦闘機とも呼ばれるこの機体の製造には、多大な技術ノウハウの集積が必要だろうと言われているよ。そうした意味においては、現行の最新鋭ステルス戦闘機である F35 ライトニング2の実際の現場での部隊運用及び、保守メンテナンスを担う拠点の完全な稼働が今後を占う可能性も高いと思われるね。まず現在航空自衛隊では全国8カ所の基地に戦闘機を配備しており、これは北から北海道の千歳、青森の三沢、茨城の百里、石川の小松、愛知の小牧、福岡の津域、宮崎のニュータバル、沖縄の那覇となっているんだ。航空自衛隊ではこれまでに F35 ライトニング2を合計で147機調達する予定で動いており、内訳は通常滑走路向けの A 型が105機、短距離離陸垂直着陸可能な B 型が42機となっているみたい。先の全国8カ所の戦闘機配備基地のうち、すでに A 型が配備されているのは、青森の三沢基地のみで退役した F4 の飛行隊を置き換えており、次に唯一日本海側の石川の小松基地への配備が濃厚と見られるよ。石川の小松基地への A 型の配備は、現行の F15J イーグルの2個飛行隊のうち1つを置き換えるものであり、まず2025年度を目標に A 型を4機配備することからはじめ4年程度で20機まで増加させる予定となっているんだって。次に B 型の配備予定には宮崎のニュータバル基地がまず浮上してきており、こちらは2021年時点で F15J イーグルの1個飛行隊のみが配備中につき、B 型で構成する1個飛行隊を新設する方向と見られるんだ。B 型の場合は、現在航空母艦化の改修工事を適時実施している、護衛艦出雲加賀の艦載機となるため、ニュータバル基地は加賀の母校、広島の呉基地に近いことが選定理由に挙げられているぜ。この理論で考えると出雲は神奈川の横須賀を母校としているため、これに距離的に最も近いのは茨城の百里基地だと思われるけど、いずれ同基地への B 型1個飛行隊の配備も公表されるのだろうね。こうした F35 ライトニング2の A 型及び B 型の部隊配備が進められている一方で、愛知県西春日井郡豊山町の三菱重工業の小牧南工場内には、同期の FACO 施設が2015年から稼働を開始していることを、みんなはもう知っているよね。一応、FACO についておさらいしておこうよ。そうだね。FACO とはファイナルアッセンブリーチェックアウトの頭文字を略した名称であり、ロッキード・マーチン社が認可した F35 ライトニング2の最終の組み立てや品質検査を担う拠点のことだよ。FACO は本国アメリカのテキサス及び、イタリアのカーメリ、そしてこの日本の愛知県西春日井郡豊山町の3カ所しか設置されていない施設であり、世界的にも稀有な拠点と言ってよいよ。F35 ライトニング2の機体の製造には大元のロッキード・マーチン社以外にも、ノースロップ・グラマン社、BAE システムズ社など複数の企業が従事しており、日本の IHI 社も機関部の製造を請け負っているぜ。このため愛知県西春日井郡豊山町の FACO には、これらの参加企業が製造した各種パーツが集約され、F35 ライトニング2となる最終の組み立てが行われ、検査を経た後に完成品として送り出されているってわけ。さらに愛知県西春日井郡豊山町の FACO には、MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップデート呼ばれる、完成後の F35 ライトニング2のアフターケアを担う拠点機能も付与されているよ。この MRO&U は、アメリカ、イタリア、日本、オーストラリアのまず4カ所に設置され、それぞれが近隣地域国が保有する F35 ライトニング2のその後の重整備を担う拠点として設けられたものだね。今後 F35 ライトニング2の採用国及び生産機体数が増加した場合には、追加でイギリスやオランダ、ノルウェーといった国に MRO&U を新設する計画もあり、同期の受注数次第といった状況となっているみたい。日本の愛知県西春日井郡豊山町の FACO 兼 MRO&U にとって影響が懸念されていたのは、韓国が導入する F35 ライトニング2が同拠点を利用するか否かという点があったんだけど、これは行わずに済むと見られるよ。すでに F35 ライトニング2の導入時点から韓国側は、日本の MRO&U で自国の同期の重整備を受けることを良しとしておらず、2014年にはオーストラリアに持ち込む方向になると報じられていたからな。日本サイドとしてはこうした韓国側の態度は想定内の出来事であり、実際の運用稼働に何ら支障をきたすものではないだろうけど、むしろアメリカが韓国に F35 ライトニング2の輸出承認をしていることがキーにすら思えるよね。韓国が日本企業を敵視しているのは言うまでもないから、こうなることは予想できたってわけだね。ちなみに韓国は F35 ライトニング2を A 型60機、B 型20機の合計80機の調達を計画しているが、このうちの B 型20機が本格的に建造すると主張を始めた軽空母用の艦載機となる見込みだぜ。こうした状況を見れば韓国以外にアジア地域で F35 ライトニング2を導入しようとしているのは、シンガポールが最大でも B 型12機程度しかなく、日本の MRO&U は自国と在日在韓米軍の機体に対応するものと思われるよ。さて、F35 ライトニング2の機関部はアメリカのプラットホイットニー社製の F135 ターボファンジェットエンジンだけど、前述のように日本では IHI 社がその製造を請け負っているんだ。IHI 社は東京都瑞穂町の自社工場で2017年から、この F135 ターボファンジェットエンジンの組み立てと試運転を行う体制を開始させており、一部のパーツは福島の相馬や広島の呉の工場でも生産されているみたい。これら IHI 社の工場では、航空自衛隊が予算上で、最大年6機の調達を行うとことに対応した生産数のキャパシティを確保しており、三菱重工業の MRO&U の機関部対応も担うことが予想されるよ。IHI 社といえば次期戦闘機用に防衛省と共同で国産の XF9 エンジンの試作機を完成させており、これに F135 ターボファンジェットエンジンとイギリスロールスロイス社の技術も加わると見て良いだろうな。そう考えると FACO 兼 MRO&U を通していられる F35 ライトニング2の技術的な情報が、国産化を志向するという次期戦闘機の開発にも多大な影響を与えるものと思われるし、純国産化は極めて困難だと思えてならないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、みんな知っている世界的にも有名なオセロだよ。オセロか、携帯ゲームにもなってるほど有名なやつだな。そうそう、そのオセロなんだけど、実は日本発祥のボードゲームって知ってた？そうなの？てっきりよその国からの輸入品だと思っていたよ。どのようにして作られたの？それがね、オセロは長谷川五郎っていう人が考案したんだ。その長谷川さんが、中学校1年生の時に、囲碁のルールがわからなかったそうなんだ。だから、ハサミ碁を考案したそうだよ。それがオセロ誕生のきっかけだったんだ。そして、長谷川さんが大学生の頃に、ハサミ碁を発展させた、牛乳瓶の蓋を使うオセロに近いゲームを作ったそうだよ。なんだか、だんだん完成に近づいてるね。そうなんだ。そして、その後、長谷川さんが玩具メーカーの佃に持ち込み、商品化されたんだよ。それで売れたから、おもちゃメーカーからしたら、最高だよね。おい、目がお金になってるぞ。今でも、オセロの駒のサイズは、牛乳の蓋と同じサイズなんだよ。これは、オセロをするときにドヤ顔できるやつだな。そうだね。みんなも、ドヤ顔でオセロをしようね。それじゃ、今日の雑学は終わりだよ。また見てね。また中国海軍が日本の海をうろついているみたいだね。今回はロシア海軍の艦艇もいるみたいだぜ。ほんとあいつらはよその海を我が物顔で航行するのが好きだよね。国民からすれば危機感が薄いだろうが、自衛隊や海上保安庁の人々からすると気が気じゃないだろうな。ほんと日本の平和を守っている人たちには頭が上がらないよね。気苦労も絶えないだろうし、お疲れ様って思うよ。そうだね。さて今回は、中国海軍とロシア海軍の艦隊が伊豆諸島近辺を航行したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。実は2021年10月21日の午前4時頃に中国海軍と露国海軍の艦艇合計10隻が、伊豆諸島のスミス島と鳥島の間の公海上を西に航行して、スミス島の南西50から 100km の海域において両国のフリゲート艦からそれぞれヘリコプターが発艦したため、その際に今回の両国海軍艦艇によるこのような動きは異例のことで、高い関心を持って注視しており、警戒監視には万全を期していると述べ、今回太平洋に現れて伊豆諸島近海を航行した両海軍の艦艇は18日に、津軽海峡を通過しており自衛隊が警戒監視を続けだけに止まったものであるけど、ここに至るまでの経過は以下の通りだね。中国海軍の艦艇に関しては2021年10月11日に対馬海峡を通過して日本海へ進出した6隻は、蓮海級ミサイル駆逐艦1隻、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻、江海2級フリゲート2隻、地球補給艦1隻、ダラオ級潜水艦救難艦1隻と思われるよ。上記の連配級ミサイル駆逐艦は、NATO においては1万3000トンの排水量からミサイル巡洋艦と定義されており、当時対馬海峡を通過した艦艇は1番艦の南ちゃんだな。その後も中国艦隊は10月14日から17日にかけて、日本海北部にあるロシアのウラジオストック沖でロシア海軍との合同訓練海上連携2021を実施しており、ロシア軍機関紙や中国の環球時報が報じているんだ。この共同訓練で露国海軍からは、ウダロイ級駆逐艦アドミラルパンテレーフ、フリゲートアルアルツィデンザポフ、キロ級通常動力型潜水艦ウスチーボリシェレツェク、その他に掃海艇、ミサイル艇、潜水艦救難艇など8隻以上が参加したみたい。また、ロシア空軍戦闘機や海軍航空部隊の航空機が参加し、中国海軍からは対馬海峡を通過した6隻に加えて艦種不明の通常動力型潜水艦1隻が参加していたんだって。この海上合同軍事演習は2012年以降実施されているもので、2016年南シナ海、2017年オホーツク海、2019年は公海でそれぞれ実施されていて、当初は通信訓練や艦隊連携行動などの簡素な感じのものだったんだけど、次第に戦術訓練として軍事色が濃くなっていき、今年度は水上艦による艦砲射撃訓練に対戦線訓練、機雷掃海訓練などの共同訓練を実施した模様となっているよ。日本とアメリカが連携を密にしていくように、中国とロシアも協力体制を強固にしているってことか。しかし本訓練について中国とロシアの報道においての違いがあり、ロシアメディアは両国の通常動力型潜水艦が参加していたことを公表しているのに対して、中国メディアは潜水艦の参加を一切公表していないことが実は密かに注目されているぜ。中国海軍の潜水艦が日本海で活動していることが報道されたのはおそらく今回が初めてのことであり、それを中国側が報じていないのは自国潜水艦が日本海で活動していることを隠しておきたかったからだろうな。10月11日に対馬海峡を通過したことも防衛省の発表では潜水艦の存在を公表していないけど、別行動で日本海に入ったとしても対馬海峡の動向を把握しているはずだし、あえて公表しなかった理由について憶測を呼んでいて、国際海峡とはいえ中国の潜水艦が先行して通過したことを国民にはしっかりと伝えるべきだったのではないかな。なお、15日にはロシア国防省が日本海で米海軍駆逐艦が演習を妨害し、ロシア領海内に侵入しようとしたがそれを阻止したと発表したけど、米海軍はこのことを完全否定しているよ。両海軍の艦艇は合同演習を、中国海軍の南ちゃん、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦、江海2級フリゲート2隻と府地級補給艦の5隻に、ロシア海軍のウダロイ級駆逐艦アドミラルパンテレーフとその同型艦1隻、ステレグシティ級フリゲート2隻にマーシャルネデリン級ミサイル観測支援艦マーシャルクルイロフの5隻が加わり、総勢10隻で10月18日に津軽海峡を通過して太平洋に進出しており、間近で見た民間人がいたなら恐怖を感じただろうね。これに対して自衛隊は18日午前8時頃、北海道奥尻島の南西約 110km において重責からなるこの艦隊を確認。青森県八戸基地所属の海上自衛隊第2航空群の P3C 哨戒機と、北海道函館基地所属の第45掃海隊の掃海艇伊豆島青島が情報収集と警戒監視に当たっており一触即発を感じたよ。中国海軍艦艇とロシア海軍艦艇が共同艦隊を組んで津軽海峡を航行するのは今回が初めてのことであり、日本海での合同演習の延長として両国海軍が緊密な関係にあることを強くアピールすることが目的だと言われているんだ。これらの行動は海洋進出を企む中国を意識した多国籍海軍による合同演習が大西洋や南シナ海で頻繁に実施されていることへの対抗措置であるとされているみたい。中国共産党系報道機関の環球時報が19日に発行した電子版では、津軽海峡通過について中国海軍とロシア海軍が初めて合同で実施した海上戦略巡航であるとした上で、アメリカやその同盟国、友好国への警告であることを強調していたね。当時、ロシアのプーチン大統領はアメリカのテレビ局のインタビューの中で、アメリカ、イギリス、オーストラリアによるオーカスについて触れており、これが創設されたことで地域の安定を損なっていると述べ、中国に対して同調する姿勢を明らかにしたんだ。これらの中国海軍艦隊が対馬海峡を通過後にロシア海軍と合流して伊豆諸島の間を通過するまでの一連の事態は、明らかにクアッドやオーカスなどの中国包囲網に対して、ロシアと共同で立ち向かう姿勢を示しており、南シナ海、東シナ海、日本海、太平洋において中国海軍とロシア海軍が協調できることをあらわにしているってわけ。まるで過去の2つの世界大戦や、かつての東西冷戦を思わせる同盟対同盟の衝突となる可能性を秘めており、危険な兆候を感じてしまい、日本にとって両国の艦隊が津軽海峡や伊豆諸島間を航行することについて、軍事的には大きな意味を持つものではないらしいが、自衛隊が中国だけでなくロシアの存在を改めて意識しなければならないな。この先、中国とロシア領海軍が合同もしくはロシア海軍単独で、日本海や太平洋に進出して牽制する可能性も自衛隊は視野に入れておかなければなく、日本にとってロシアが厄介な存在になることは間違いないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。あれ、あいつは？たまには俺にも雑学させてくれよ。今回の雑学は、これだ。はい、虫かよ。わかった。次は譲るよ。やったー、なら今回は静かにしてるぜ。話がずれちゃったね。改めて今回のテーマは、オリンピックについてだよ。オリンピックか。北京オリンピックメダル獲得数はすごかったよね。そう、そのメダルなんだけど、銅メダルはもちろん銅でできてるし、銀メダルは銀でできてるよね。何当たり前なこと言ってんだよ。雑学の勉強のしすぎで頭おかしくなってんじゃないのか。なら金メダルは当然金だと思うよね。そんなの当たり前に決まってるじゃん。それがね、実は金メダルは銀でできてるらしいんだ。そんなバカな、金じゃねえじゃねえか。僕もその情報を見た時は驚愕したよ。ならびっくりしてるとこ悪いんだけど、今日の動画はおしまいだよ。また次の動画期待していてくれよ。また見てね。金じゃなかった。銀だった。どんな味がするんだろう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 。みんなは F2 戦闘機のことは知っているよね。もちろんだよ。平成のゼロ戦って呼ばれるくらい、すごい戦闘機だもんね。アメリカの F16 をベースに、運用方法や地理的な面を考慮し、日本なりにアレンジを加えた支援戦闘機だな。平成のゼロ戦って呼ばれるのもうなずけるほど、優れた戦闘機であることは間違いないぜ。そうだよね。そんな F2 も、初飛行の日から27年の月日が流れようとしているんだけど、それに伴い後継機の開発が日英共同で始まっているんだ。今回はそんな日英次期戦闘機の開発計画について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、防衛省では2035年頃より退役の開始が見込まれている F2 戦闘機の後継機開発に着手しているよ。2018年に策定された中期防衛力整備計画31中期防では、国内主導開発主体三菱重工が決定し、F2 戦闘機の退役が開始する2035年頃をめどに運用開始を目指しているみたい。防衛省では今回の次期戦闘機開発計画に先駆けて、次期戦闘機に必要となる先進技術の研究開発を1998年頃から順次スタートさせており、今回の機体設計に至るまでにステルス技術や先進センサー技術、エンジンなどの主要な技術研究だけで21の研究開発を完了させているんだって。そして、2010年8月にはアイファイターと呼ばれる将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンが示され、これに基づいて次期戦闘機の各種技術研究を進めてきており、2016年4月には X2 先進技術実証機通称新進の初飛行にこぎつけているよ。開発体制については、開発主体に三菱重工が選定され、三菱重工の技術開発を支援する企業として、2020年には F22 ラプターや F35 ライトニング2というステルス戦闘機を開発生産している米国のロッキード・マーティン社が選定され、2022年4月には、英国のロールス・ロイス社がエンジン開発について参画することになっているんだ。英国では現在、ユーロファイタータイフーンの後継機種の開発を進めており、この次世代戦闘機開発計画はテンペストと呼ばれているよね。このテンペスト計画は、日本の次期戦闘機開発計画がめどとする、運用開始年と同じ2035年に次世代戦闘機の運用開始を目指しており、開発時期を同じくしているために日英で協調して開発を進めていきやすいというメリットがあるんだ。今回の日本とのエンジンの共同開発においては、英国がテンペスト計画に向けて開発中の実証エンジン開発に日本が参画して、日英共同開発とすることで、開発費を両国で負担し合うことによるコスト削減も狙いの一つとなっているよ。日本は次期戦闘機への搭載を計画した次世代純国産エンジンとして、IHI 社と防衛装備庁が共同開発した XF9 の試作機を2016年に完成させているんだ。これにより、日本の戦闘機用ジェットエンジンの開発技術は、一定水準以上であると英国も認めたのであろうと推測されるね。日本の純国産エンジンとして開発を進めていたが、エンジン開発の先進国である英国の技術を取り入れ、より高い水準のエンジン開発を目指すものと思われるぜ。しかしながら、英国のテンペスト計画は常にコスト削減の圧力にさらされているようだな。英国はテンペスト計画に基づく実証エンジンの開発にすでに約46億円を投じており、エンジンの発電能力を検証する実寸大の実証機製造にも約300億円の費用を計上しているもんね。だけど、このテンペスト計画と時を同じくして、フランスとドイツも次世代戦闘機 FCAS 共同開発計画を進めており、この計画に対抗するために英国は日本を開発計画に参画させることで、開発コストの削減を狙いたいみたい。日本としても英国の高度なエンジン開発技術を次期戦闘機に導入できるチャンスだし、日英両国にとって互いにメリットの大きな事業であると言えるよね。近年の新鋭戦闘機は、高度なアビオニクスによる機器の消費電力増大と、それらから発せられる熱処理の問題が課題として挙げられ、米空軍の第6世代戦闘機である NGAD の開発でも電力供給と発熱の問題が課題となっているんだ。そして、戦闘機などの航空機は機体で使用する電力をエンジンで発電して調達しており、現代のエンジンは出力や燃費効率などだけではなく、機体が必要とする莫大な電力を発電する能力及びそれに伴う発熱の冷却能力も求められているよ。米空軍では、アダプティブエンジンと呼ばれる新型エンジンを開発しており、水力及び燃費効率の向上を図りつつも、発熱を冷却させる能力も両立させようとしているぜ。これに対して英国のロールスロイス社は、米国とは異なる熱処理のアプローチを試みており、機体の膨大な消費電力を賄える発電量を確保しつつ、そこで発生した熱量を回生的に冷却にも使用することで、発熱と冷却を同時に行うことを目指しているね。日本においては、エンジンでの発電システムの向上と熱処理に関する技術は、エンジン先進国である英米に比べて遅れており、英国とのエンジンの共同開発は、日本にとって日本の弱点を補えるという点で非常に重要な協力関係であると言えるんだ。しかしながら、日英の防衛協力はこの時期戦闘機のエンジン開発が初めてではないんだよね。今回のエンジンの共同開発計画に先行して、日英は2014年7月から、JNAM ジョイントニューエアープエアーミサイル統合新型空対空ミサイルの共同開発を行っているよ。みんなは JNAM を知っているかな？ JNAM って？JNAM は、英国ロンドンに本社を置く MBDA 社が開発製造している、ミーティア長距離空対空ミサイルアクティブレーダーホーミング方式をベースに、開発を進めている空対空ミサイルのことだね。ミーティアは、欧州各国の空軍で使用され、英国、ドイツ、スペイン、イタリアの各国空軍が運用するユーロファイタータイフーンやフランス空軍のラファール戦闘機、スウェーデン空軍のブリテンで使用される。欧州で広く採用されている高性能な空対空ミサイルだな。そうそう。このミーティアを F35 のウェポン米に4発を収納可能とするため、ミーティアと比較して翼部分の短縮及び小型化を目指しており、日本はこの開発計画において、日本のシーカー技術を JNAM に導入した場合にどの程度の性能が発揮できるかを共同で研究することになったんだ。まず、今回日英で共同開発しているシーカーだけど、これはミサイルを目標へ誘導する際に使用するレーダー装置のことであり、JNAM にて共同研究の対象となっているのは、日本国産の99式空対空誘導弾で使用される三菱電機製のシーカーだね。この技術を JNAM へ転用し、2016年1月頃に初期研究を終了させ、次の段階へ研究を進めているよ。2017年12月からは、JNAM の試作機を製造し、その実車試験が実施されると公表されているんだ。その後、現在まで日英共同で研究開発が進められており、航空自衛隊の F35A ライトニング2での運用を目指しているってわけ。現状の日本での予算計上の状況としては、2021年度防衛予算内で JNAM の研究費が継続的に計上されており、2023年度までの開発完了を見込んでいるようだね。開発完了後、日英両国は類似の各種ミサイルとの性能の比較検証を行い、F35A ライトニング2での運用に向けたアップデートを行うか決定する予定なんだって。日英はほぼ同時期に次世代戦闘機の開発計画を進めており、運用する第5世代ステルス戦闘機も同じ F35 ライトニング2シリーズであり、非常に似通った状況にあるんだ。そのため、両国が次世代戦闘機の研究開発を共同で取り組みやすい環境にあることは確かだね。そのような中、2021年度より日英両国は、戦闘機等に搭載するための新型レーダーの共同研究を開始しているよ。日本も約41億円の予算を新型レーダーの研究開発に投じており、既存のレーダーよりも広範囲の目標に対して常時継続して索敵が可能な、非常に高性能なレーダーの開発が実現する可能性もあり、その研究成果に期待が高まっているよ。英国もテンペスト計画で利用するために同レーダーの研究開発に参画しており、日英の次世代戦闘機の相互運用性や共通性が高まれば、緊迫する東シナ海情勢などにおいても日英で非常に高い連携が取れるのではないかと注目を集めているんだ。また、日本はこれまで米国との防衛協力は多数行ってきたんだけど、米国以外との防衛協力は非常に少ないものとなっているよ。これを機に米国以外との確固たる防衛協力の枠組みを構築できれば、米国の思惑に左右されてきた日本の防衛装備体系に風穴が開けられるかもしれないな。また、日英は同じ島国とはいえども、それぞれの国の防衛環境は著しく異なっているよ。英国は周辺諸国に敵対国家はおらず、自国の直接防衛に対する切迫感は薄いのが現状なんだ。対する日本は、東シナ海や北朝鮮、ロシアからの度重なる軍事的な威圧にさらされており、中国は近年著しく軍事力を膨張させており、すでに日本の防衛力の質的優位性は崩れつつあり、日本単独で自国防衛を行える防衛環境ではなくなってきているんだよね。例えば、1990年代まで日本の絶対制空権を保持する力の源泉となっていた F15J イーグルだけど、今やその半数は近代化改修も実施できないほどに旧式化し、中国で次々と開発配備される新鋭戦闘機に真正面から対抗することは数の上でも困難になってきているよ。日本がそのような中、英国はブレグジット英国の EU 離脱を境に、より一層日本との経済防衛部門での協力関係強化に動いているみたい。欧州に英国の脅威となるような国はなく、英国はその防衛費の活用と国際外交の場でイニシアティブを保持するために、東シナ海での日英防衛協力を推進しているんだ。日本は、対中国を念頭に置いた日米豪印からなるクアッドによる協力体制を構築しているけど、この日英共同での研究開発は、多国間防衛協力をさらに強固なものとするため、英国の思惑を利用しつつも、英国を日本の対中国防衛政策に引き入れる重要な戦略となっているってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。大迎型潜水艦の2番艦白鯨の進水式が2021年10月14日、川崎重工神戸工場で行われたことは、みんなも知っているよね。白鯨は、今後、艦内偽装工事、海上工事を経て、2023年令和5年3月頃に海上自衛隊へ引き渡される予定となっているよ。大迎型潜水艦は、ディーゼルエレクトリック方式の通常動力潜水艦としては世界最大級であり、白鯨は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、乗員約70名、軸出力は6000馬力あるぜ。また、主機関はディーゼルエンジンとリチウムイオン電池を組み合わせたことによって、先行性能の向上が図られているぜ。加えて探知能力が向上したソナーや、静粛性が向上した船体構造が採用されているね。潜水艦の任務は、抑止、情報収集、警戒監視、艦隊援護、戦闘と多岐にわたるから、いろんな能力が必要になるし、中でも静粛性は必要不可欠だよね。騒音を撒き散らす潜水艦は潜水艦としての機能を果たさないからな。どこかの国は改造車両並みに騒がしい潜水艦を作っているみたいだけど、日本の潜水艦は大丈夫だよね。日本の潜水艦は海の忍者と称されるくらいだから、問題ないぜ。日本の技術力は素晴らしいからね。さて今回は、新型潜水艦白鯨の任務と能力について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。潜水艦は存在そのものが抑止力となると言われていて、日本の海の最大の抑止力は潜水艦となっているよ。隠密性が高く見つけきれない潜水艦から発射された魚雷一発で、原子力潜水艦を含めて大型戦闘艦が人員と共に撃破されるってわけ。この抑止力は強力で、いつどこで攻撃されるか不安だから、敵対国は近寄れない状況になるんだ。だからこそ、潜水艦は何かあったらすぐ対応できる体制をとって日本の抑止力として海中でひっそりと頑張っているよ。ハイブリッド戦争を起とする国は近年、潜水艦を特殊部隊のプラットフォームとして運用することも想定していて、潜水艦は海からの隠密侵入に対しても抑止力となると言われているよ。どこかにいる、どこにいるかわからない、しかも強力、このように思わせられれば抑止は成功だね。見つからないように潜んでいることが潜水艦の仕事ってわけだ。抑止力はこのように見えないところでも発揮されていて、日本の潜水艦は隠密性が高く戦闘力も高いと諸外国が思ってくれる潜水艦を建造し続け、潜水艦部隊の自衛艦が安全に任務を遂行することが日本の抑止力なんだ。潜水艦の任務は、その隠密性、長期行動能力、遠距離水中探知能力等を活用して、常時継続的な情報収集、警戒監視を実施し、主要な海域の哨戒、防護に当たることだよ。防衛省は、次世代潜水艦用ソナーシステム研究の必要性として以下の2点を挙げていて、一つは我が国の潜水艦にとって脅威となり得る外国艦艇の水中捜索能力及び静粛性の向上に対処すること。また、情報通信技術の進展や深海域における行動の必要性増大といった、潜水艦を取り巻く環境の変化に対応すること。深海域、これは取りも直さず東シナ海を指しているね。東シナ海の防空識別圏内の約半分の海域は水深が100から200メートルだから、東シナ海から太平洋への通り道は宮古海峡というものだよ。この海峡で情報収集、警戒監視を続けることによって、音門採集ができて、情報収集対象艦艇がどの場所を通るかを分析すれば当該艦艇の能力や戦法が分析できるってわけ。このデータをデータベース化することによって通る強艦艇の特定ができるようになるから、この任務遂行のため、この推進をこちらに有利なように利用することができる装備が必要ということだよ。また、従来なら無視していたような雑音から潜水艦や艦艇を検出することができるようになってきているぜ。まず敵に見つからない装備として、防衛装備庁などで行った飛探知防止、対衝撃潜水艦構造の研究などの成果である音波吸収材、振動、衝撃を緩和する浮き床構造などが採用され、艦隊にはソナーによる探知を防ぐため艦隊一面に吸音タイルが貼られ、白鯨の静粛性は一段と向上しているみたいだな。潜水艦の艦首、スクリュー及びハッチ厚さは極秘扱いになっているよ。水は1気圧では100度で沸騰するんだけど、スクリューが高速回転するとプロペラの翼の先端付近では流速が非常に速くなり水圧が下がるんだ。すると翌端の水が沸騰し泡ができて、この泡に向かって周囲の水が押し寄せる。泡が消える瞬間には水同士が、またスクリューにぶつかり音と振動が起こり、この振動が艦隊や機関と共鳴すると音が大きくなるってわけ。この音は艦特有の音だから、この音をソナーで捉えれば、艦艇の音紋解析が出るみたい。飛探知防止、対衝撃潜水艦構造の研究では、静粛性の高い推進スクリュー、泡の出ないスクリュー形状が研究されていて、諸外国でも潜水艦探知ソナーの技術は著しく進んでいるよ。日本の潜水艦においても雑音の静粛化対策は重要かつ喫緊の課題だな。ちなみに大鯨はスクリューをつけて浸水式を行っているんだけど、白鯨にはそれがないんだ。同じではないことから秘匿度が上がったと考えられるから、スクリューについても白鯨は大鯨より改良されているだろうことが推測されているよ。大鯨の推進機はダクト付きスクリューなのか、リム駆動なのか、ポンプジェットか推測もできないけど、白鯨も大鯨もスクリューの軸はあるみたい。リム駆動なら軸もないだろうけど、もっとも、ダミーをつけて浸水式を行うこともあるから、これだけで一概に判断はできないね。概要で単独のディーゼル潜水艦が生き残るには、静粛に徹するしかなくて、潜水艦にとって隠密性は重要で、その点ではポンプジェットが有利なんだ。だけど、その利点は高速時の利点となっていて、低速時の電力消費効率はスクリューの方がいいみたい。推進に必要な電力は速度の3乗に比例して、速度が2倍になると消費電力は8倍になるんだ。ディーゼル潜水艦は、出せてもせいぜい20ノットで、源泉なら電力消費を考慮しなくていいんだけど、リチウムイオン電池には限界があるよ。ポンプジェットは隠密性に優れていても電力消費の点からディーゼル潜水艦では無理があると言われているらしいんだ。大鯨型は、ディーゼルエンジンで発電し、高性能シュノーケルで急排気する新型シュノーケル発電システムを装備しているよ。隠密性を高めるため小型で高出力化及び静粛化を図ったこのシステムは、大容量リチウムイオン蓄電池に短時間で所要の充電が可能で、潜水艦の飛探知防止性が向上したんだ。充電時間の短縮により、作戦海域での滞在時間が伸びたってわけだな。そういう型11番艦の応流からは、水中で発電する AIP エアーインデペンデントプロパルジョン、非待機依存推進を廃止し、リチウムイオン蓄電池を搭載して、AIP 搭載艦が、AIP 搭載以前は数日間が限度だった低速時の水中持続力を2週間以上に延長したと言われていて、大鯨型はそれを上回ることは確かだろうね。白鯨には非貫通式潜望鏡が1本装備され、デジタル画像で周囲を瞬時に撮影しますから、海面に潜望鏡を出す時間は極限されているみたい。次に敵を見つける装備として、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備され、探知能力が向上しているよ。ソナーの監視アレイを監視の形に合わせるコンフォーマル化でソナーの開口が拡大して能力が向上していて、側面アレイ及び栄光アレイに使われている光ファイバー樹波アレイは、光ファイバーに加わる音圧によりファイバー内を伝播するレーザー光の位相や、強度が変化する現象を応用した潜水艦探査用水中マイクロホンなんだ。このアレイは従来の圧電素子アレイに比べて、小型軽量化、低電力化され、しかも電磁ノイズ潜水艦内の電子機器から出る電磁波の干渉の超響きも受けない優れもの。このアレイが吸音材一体型水中受波機として、船体横長に配置され、精度が高く探知距離の大きい側面ソナーとなっているよ。また信号処理部で一種ソナーの探知情報が自動的に統合化され、これらにより、敵に見つかるより早く敵を発見できると言われているぜ。2021年6月29日の読売新聞によれば海上自衛隊はアクティブソナーを潜水艦に搭載することを検討しているみたいで、白鯨は浸水式時点ではパッシブソナーは当然あっても、まだアクティブソナーを搭載していないかもしれないね。艦隊が行動するとき、潜水艦は艦隊の下の海中で、敵の潜水艦から艦隊を援護するための行動をとるよ。潜水艦の潜水深度は、これまた極秘扱いだから推測になるんだけど、白鯨の最大潜水深度は900から1000メートルと思われているよ。諸外国の潜水艦の最大潜水深度はこれより浅いと言われていて、1000メートル付近を利用できれば地の利を得て、白鯨の戦闘能力と相まって、有利な戦闘を展開できるはずだよ。潜水艦は単独行動するのが前提で、潜水艦の存在を秘匿するため、電波や音波での通信も頻繁にはできないんだ。超長波での受信せよの指令で、発見される確率が、低い海域に移動して水面にアンテナを出して X バンドの衛星通信装置を使い、通信時間を最小限にして受信し、すぐに先行するよ。潜水艦の武器といえば魚雷だよね。白鯨にはどんな魚雷が装備されているの？白鯨には HU606-533mm 魚雷発射管一式が装備されているよ。一式とは6門の発射管と魚雷発射に必要なその他の機材のことだね。大鯨がこの発射管から89式超魚雷、最新の108式超魚雷、およびハープーン対艦ミサイルを発射できるとされていて、この点では白鯨も同様と推測されているんだ。ちなみに魚雷を何発搭載しているかは当然秘密だぜ。人民日報日本語版では大鯨が30発を搭載しているとされているが、どこからの情報なんだろうな。89式魚雷は浅い海では、岩礁など障害物を目標と誤認する可能性があるけど、108式超魚雷開発名称 GRX6 魚雷は優先誘導と自律誘導により敵のおとりおとりで恋をも回避でき、命中率が向上したんだ。また地形が複雑な浅海域から深海域まで対応でき、アクティブ磁気起爆装置を搭載しており、艦艇の磁気に反応して爆発するよ。この魚雷は高層雑音の低減が図られ、静かな魚雷となり、敵からの非発見確率も下がり、戦術的優位性を確保できるぜ。また、艦尾の X 舵は音の反射方向を変えるステルス化の効果もあり、旋回性能及び振動変換性能が向上したとされているな。これにより着底時の舵の損傷を防ぐことが可能となっているみたい。X 舵は、十字舵よりも大きな舵面積が確保でき、斜め45度に装備された、4枚の舵が独立して解凍と姿勢制御機能を合わせ持つことから一部故障時にも相関可能なんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にもけう地域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多したような任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化掃海装備隊水上戦装備隊潜水艦船装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、掃海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模のはるかに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦アブクマ型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の D イコールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を完成せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や商船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を完する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防に2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属する阿武隈型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、1番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して就役する予定となっているみたい。この F を冠する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された、クス型護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦隊となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年就役のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に就役した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現用の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦隊全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦隊と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた東洋病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、17式 SSM 艦対艦誘導弾4連装発射塔2機、324mm3 連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク 41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタテックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH60 系哨戒ヘリが1機搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、対機雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた対機雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて補完することを目指したものだね。最上型が有する対機雷戦装備は、対機雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海具を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成開口ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム C4ISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャをOA化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な小人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での省人化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近年、海上保安庁の巡視船の新造が進められているみたいだね。日本は島国だし、すぐ近くに仮想敵国がいるもんね。海の防衛が重要になってくるな。数の能力に屈しない良質な艦艇と乗組員の確保が必須だと思うぜ。そうだね。そんな中、最新鋭艦である巡視船暁もすでに引き渡され、尖閣、南西諸島の監視活動についているみたい。尖閣諸島で起こっている中国のオウムウ、それに対抗する日本の切り札であるこの黎明型巡視船と、日本の姿勢について、ぜひ多くの国民のみんなに理解してもらいたいな。そうだね。今回はそんな大型巡視船である黎明型を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現状において、尖閣諸島周辺における中国海警局の横暴な行動は、日増しにエスカレートしていると言って過言ではないよね。特に2021年に入ってから、日本の尖閣諸島周辺の領海に中国公船の侵入が相次いでいる状況で、領海の外側にあたる接続水域への侵入まで含めると、2020年の4月から連続して111日間にわたって侵入を繰り返し、過去の1年間の悪しき実績を、昨年は6月時点で越す勢いだったし、中国の横暴がさらにエスカレートしていることが伝わると思うよ。そもそも、尖閣諸島周辺海域に侵入してきている中国公船は、中国海警局の船が多いんだが、この組織は海上保安庁とロイトへの組織ではなく、むしろアメリカ海兵隊とロイトへの軍事組織所属の船舶なんだよな。この組織は海上保安庁とロイトへの組織ではなく、むしろアメリカ海兵隊とロイトへの軍事組織所属の船舶なんだよな。日本の領海内を伺うかのように勢いよいと活動しているってわけだ。このように、中国海警局の船舶の勝手な侵入が相次ぐ中、2021年5月28日には、八重山漁協に所属する第一桜丸を含む3隻の日本の漁船が石垣島から出港した折、尖閣諸島周辺海域において中国海警局の船舶からの妨害を受けて寄港する事件が発生するまでに至ったんだ。この第一桜丸に関しては、ある日本の右翼活動家がチャーターして尖閣諸島への上陸を目論んでいたとの説もあり、そのことが中国当局をより強硬な対応に導いたとの憶測もあるみたいだけど、どんな場合においても日本の領海において他国が横暴な行動を取ることは許されないよね。海上保安庁も、このような危険な事態の発生を予期しており、尖閣諸島周辺海域へ配置についていて、大型船の海警船305が第一桜丸らに向かって接近することを防止しようとすると、海上保安庁の艦艇によりガードするような形で保護する行動をとっていたみたい。だけど、相手は軍隊と同様の船舶なのに対し、海上保安庁側はあくまで巡視船の域を出ない船舶であったことから、効果的な行動が取れたかというと、疑問が残る部分もあるんだよね。海上自衛隊は何をしているとの声も上がるだろうが、日本政府としては軍事力に対して軍事力で抵抗することを、あえて避けているような節が見られるな。もう少し、日本政府として断固たる行動をとってほしいというのが、国民も思っているだろうぜ。となれば、現在日本政府が取れる行動は、もっと多くの大型巡視船を装備することになってくるのかな？そうだね。その動きとして、2021年2月16日、海上保安庁の最新艦艇となる黎明型巡視船の2番艦暁が就役し、中国公船の度重なる侵入と危険にさらされている、尖閣諸島を管轄する第10管区海上保安本部鹿児島市に配属されたってわけ。ここにはネームシップである1番艦の黎明もすでに配備されており、ここに暁が追加配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛強化をするためにも重要な役割を果たす意味を持つんだよね。さらに、2021年11月に就役したのは黎明型3番線あさづきとなっているよ。あさづきは、2017年度予算に計上され2019年2月25日に寄港して以来、2020年12月15日に浸水後に偽装を進めていたもので、無事に引き渡し式を終えたあさづきは、尖閣諸島を管轄する第11管区海上保安部石垣市に配属予定とされているみたい。こうして、ここに3隻の黎明型巡視船が竣工したわけだけど、この3隻をもって中国の横暴な行動に対してどの程度の抑止ができるのか、注目されるところだよね。特に気になる、艦のスペックについて詳しく解説していくね。黎明型巡視船は、基準排水量6500トン、全長 150.0 メートル、最大幅 17.0 メートルのサイズで、巡視船にしてはかなり大きいサイズとなっているよ。武装として、ボフォース70口径 40mm 単装機12機、20mm 多重心機 10M61 バルカン2機を備え、その他にも停船命令等表示装置などを装備しているんだ。この停止命令表示装置は、国籍不明の艦船が停止命令を無視して逃亡を図ろうとするとき、相手の国籍に対応して周知を行う装置のことで、音声や LED による字幕表記などを備えた装置のことだね。そして黎明型巡視船から、巡視船のサイズを大型化したおかげで補給物資の積載量も増えていて、長期間の航行ができるようになり、荒海での走破性や安定性を向上させることも実現できているよ。その結果、冬に荒れる海域を航行する際も、船体が安定して任務を継続する能力が向上したってわけ。また、船のサイズが大きくなったことで、搭載するヘリコプターを大型化でき、ヘリコプターの搭載数を増やすことも可能になったぜ。ちなみにあさづきには、つららしの愛称で呼ばれる、ユーロコプター EC225 スペルピューママーク2プラスを1機搭載しており、索敵能力も格段に向上したことが明らかだな。残念なのは、海上自衛隊の護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備することができず、あくまでも警察力の範疇の船舶として、必要最低限の武装にとどまっていることだね。巡視に特化した役割である以上、仕方がないのかもしれないけど、現場で体を張っている海上保安庁の保安官の身体の保護がなされることを心から願うばかりだよ。ちなみに海上自衛隊の最新鋭イージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で6万9000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力を発揮できるが、スペックを比較すると、マヤ型護衛艦に対して黎明や暁もそこまで見劣りのする大きさではないので、もっと装備を充実させても良いのではないかとの声が根強く残っているみたいだな。気になるのは相手である中国海警局の対応だね。従来の中国海警局は、海上保安庁と同様に警察権限に基づく組織と理解していたけど、2017年以降には武装警察に連なる組織体へと改編されていることから、その後も兵装などの整備が進んだ結果、すでに軍隊に準じる武力を保持していると言っても過言ではないんだ。軍隊である中国海警局に、海上保安庁はいわば丸腰の状態で立ち向かわなくてはならないから、最新鋭の黎明型といえども、軍艦にはかなわない現実は直視しなくてはならないよ。そして、中国海警局の力は数も侮れないんだよね。日本が黎明型巡視船をどんどん建造しても、その数倍のペースで中国海警局が艦艇を装備していくからな。それも軍艦としてだぜ。というのも、領土獲得への野心を隠さない中国の行動や、中国海警局を先兵として用いる手法が常套化しているってわけだ。実際に東シナ海では、岩礁の上に人工島を建設して戦闘機や海警局の隊員を常駐させ、領土の実効支配を目論んでいる事実があり、このことがフィリピンやベトナムなどの周辺諸国の反発を招いているよね。領有権を主張する方法として、中国がよく使う実効支配は、周辺諸国の反発を無視してでも武力で領土を確保し領有権を主張するわけで、この流れは尖閣諸島においても同じ手段を狙っていることは間違いないんだ。実際、2021年に入って中国海警局艦艇のG活動が激しさを増しており、漁船を伴う大量の艦艇の侵入に、海上保安庁の巡視船だけでは対応が難しくなっている状況だよ。海上保安庁は、巡視船の数を増やして対応しているものの、先ほど説明したように、中国海警局の艦艇は年々増強され、同時に武器の数も増え、軍艦と同じレベルの艦艇で乗り込んでこられると、海上保安庁の負担も重くなってしまうんだ。尖閣諸島は日米安保に守られているから大丈夫。と考えるの早計だぜ。アメリカ政権が共和党へのトランプから民主党へのバイデンへと移行したことで、中国が好機と捉えている節もある。なぜならトランプほどバイデンが強圧的ではなく、交渉によって利を得ることが可能であると考えているようで、同時にアメリカが軍事力を行使しないと高をくくっているようだからな。実際にアメリカがどのようなことを考えているのかはわからないけれど、少なくとも中国はアメリカは日本のために軍事力を行使しないと分かってしまったら、その翌日に尖閣諸島に中国の旗がはためいていても驚くことはないだろうね。アメリカに頼りきりで、守ってもらえると思ったら寝首をかかれちゃうってことも十分考慮しておくべきだね。現状において、尖閣諸島の周辺海域では海上保安庁の艦艇は日本の漁船の操業を妨害されないように、侵入してくる中国公船から防護することができず、もちろん武力行使はできないんだ。攻撃しないと分かってしまえば、中国海警局艦艇が攻撃する気になることもあるだろうからね。武力衝突を見越して、海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきだとの強硬意見も高派などから出ているけど、それを戒める論説として先に手を出したのは日本だと指摘を中国に言わせないことが重要で、慎重に対処すべきであるという意見の方が、現在の日本の主流とも言えるよ。仮に、海上自衛隊の艦艇を投入したとしても、中国海警局側から攻撃を受けた場合に具体的な対処に関して本質的な問題は避けて通れず、政治主導での判断が求められることは避けられず、殉職者が出ないと根本的に動けないと揶揄されている。日本政府の体質は変わりないという現実は未だに変わっていないからな。実際、身の危険を感じてやった行為であれば自衛隊隊員と同様、海上保安庁職員に対しても絶対的な国際法で守ってほしいと強く願うばかりだよね。それだけの使命を持って活動してくれている各位に対して、まずは法律の傘をしっかりと与えてほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。